国営アスカ歴史公園は奈良県高市郡アスカ村にある国営公園アスカ村における歴史フードの保存については昭和41年に制定された古都保存法に基づいて約39ヘクタールの区域が歴史的フード保存区域の指定を受け所要の措置が講じられたが村の周辺に急速な開発の波が押し寄せ延々と 守り続けられた貴重な文化財や歴史的風土が失われていく状況にあった。国ではこれら貴重な歴史的遺産について昭和45年12月にアスカ地方における歴史的風土及び文化財の保存等に関する方策についてが閣議決定されアスカ地方の住民生活の向上と歴史的風土及び文化的資産の保存活用のための環境整備の一環として 昭和46年度から事業に着手し、岩井戸地区1974年7月、石舞台地区1976年8月、高松塚地区1990年4月、甘柏野旧地区平成6年4月に開園し、4地区が全面開園した。平成13年12月には、木ト古墳周辺地区が新たに都市計画決定され、 平成28年9月24日、開園した文化庁との連携で建設した国際式壁画の保存、展示施設、キトラ古墳壁画体験館詩人の館もオープンした、国営飛鳥歴史公園館石舞台地区の主要な施設。古墳は、蘇我馬子の墓と伝えられている。高松塚古墳飛鳥地方の史跡や歴史を立体模型や映像を用いて紹介している。 アスカ探訪の出発点となる施設。高松塚古墳より発見された、せっかく内部の模型と、駅。アスカの西南、日の熊の里の文武天皇陵近くにあり、昭和47年に彩色壁画が発見された古墳。天かしの旧展望台標高148メートル。展望台からは、藤原京跡や山和三山、生駒山、二条山、桂木山。 混合山系の山並みを一望できる。知人の館高松塚周辺地区毎年9月に、アスカ村全域で開催され、主な会場の一つとなっている。高松塚周辺地区では、光の地上絵など、イベントの目玉となる演出や催しが開催される。イベント主催はアスカ、村観光交流活性化事業事項委員会。毎年春、秋のそれぞれ2から3日間開催される。 春は高松塚周辺地区、秋は石舞台地区で実施され、昔懐かしい遊びや自然素材のクラフトなど、親子連れを中心に、飛鳥の里山に親しめるイベントとなっている。イベントは、公園ボランティア、飛鳥里山クラブが企画、運営を行っている。天か市の旧地区に国庁である大紫を増やそうと、毎年6月と3月に、イベントが実施されている。6月には、 成中の包丁、3月には幼虫のっぱなしむが行われ、特にっぱなし町は毎年定員100名を超える人気のイベントとなっている。遠足や修学旅行など団体での利用者を対象にアスカ歴史公園オリジナルの体験プログラムを実施している。プログラムは歴史、クラフト、環境教育の3分野が用意されている。歴史プログラムでは 小学生向けのパンフレットを販売しているほか、クラフトプログラムでは、マガタマ作りなどが体験でき、環境教育プログラムでは、環境が抱える問題に気づき、考えることのできる人間を育てるプログラムをゲーム、などを通し楽しく学べるよう工夫されている。年間を通して、こと、飛鳥散歩、里山自然教室、里山クラフト体験。 里山仕事体験などのイベントが実施されているほか、夏休み企画など時節に応じたイベントも開催されている。ありがとうございます。